の、リートこと、マヌエル・アグード・デュランは、スペイン・サンルー・カルデバラメーダ出身のサッカー選手。ポジションは FW。セルタデビーを所属。元スペイン代表。記事である、サンルー・カルデバラメーダの地元クラブからキャリアをスタートさせ、2006年には才能を認められ、バレンシア CF のカンテラへと移籍を果たす。ところが、層の厚いバレンシアでは、結果を残すことができず、 エシュハへとレンタル放出されてしまう。このエシュハで2007から08シーズンのセグンダ、ディビシオン B 優勝という歓喜を味わい、ここに貢献したことが認められ、レンタル期間終了も重なったことから2008年夏に、ルイス・エンリケが主導していた FC、バルセロナ・アトレティックへと引き抜かれる。アトレティックでは、再びベンチを温めることが多くなり、ジェフレンス・アレスや、 ビクトールバスケスといった年下の有望株に先を越された。2010年12月、バルサの選手としては異例のレアルマドリードへの遺跡願望を明かした。これは、ノリートが20歳を超えてからアトレティックに加入し、他の選手ほどバルサに愛着がないことが理由であったが、バルセロナのファンから猛烈な批判を受ける結果となった。2011年7月1日、 バルセロナとの契約が満了し、ポルトガルの SL ベンフィカに5年契約で移籍した。移籍初年こそ29試合11得点という成績を挙げたが、翌シーズンには出場機会が減り、6試合で1得点という成績に終わる。冬の移籍市場でグラナダ CF へレンタル移籍をしてスペインへ帰国。2013年。 バルセロナビー時代の指揮官であったルイス・エンリケの指導するセルタデビー語へ移籍。2016年7月1日、イングランドプレミアリーグのマンチェスターシティへ1380万ポンドの移籍金で4年契約での完全移籍が発表された。背番号は9番に決まった。チャンピオンズリーグプレイオフのブカレスト戦で移籍後初ゴールを決め、アグエロのゴールもアシストした。 序盤こそ好調に思われたが、イングランドでの生活に馴染めなかったことや、ジョゼップ・グアル・ディオラが様々なシステムを試すうちに徐々に出場機会を減らし、2017年7月15日、セビージャ FC に移籍することが発表された。2020年6月18日、シーズン途中ながらセルタへの復帰が決定。スペインサッカー連盟のチームに5ヶ月以上の離脱者が出た場合に限り、 遺跡史上閉幕後もスペイン国内クラブあるいは無所属の選手を獲得できるという規定を GK セルヒオアルバレスが長期離脱したセルタが使用しての獲得となった。世代別代表への招集経験はなかったが、セルタでの活躍から2014年11月の UEFA ユーロ2016予選へ向けたメンバーに初招集され、11月18日のベラルーシ戦で代表デビュー。 2016年5月29日のボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合で代表初得点を含むにゴールを挙げると続く6月1日の韓国との親善試合でも2得点を挙げた UEFA ユーロ2016ではグループリーグ第2戦のトルコ戦で1得点を挙げた FC バルセロナ SL ベンフィカありがとうございます